はい、こんにちは。こんにちは、新呼吸学部の吉川です。はい、レイレイです。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。まあ、新呼吸学部がね、何なのかってなかなか説明がしにくいんですけど、僕の中でちょっと整理 してみたんですね。はい。で、まあ、人類が、まあ、長い間かけてね、まあ、発展してきたか、まあ、進化してきたか、まあ、時間の流れを生きてきたわけですね。でそこの他の動物と、まあ、違うところは、まあ、言葉を持ったっていうこと、だからやっぱ言葉っていうのは、まあ、人類にとって、すごいキーワードだし大事な要素だと思うんですね。だからまず新呼吸学部では、まあ、言葉の使い方とかね、言葉の扱い方、というものをまず、中心に、置きたいというふうに思ってます。はい。で言葉っていうのは、まあ、自分が思った、ね、感じたことを、まあ、みんなと共通の言語に置き換えるっていうことですよね。でその場合大事なことはですね、言葉の技術を学ぶというよりも、それを聞いてくれる人がいるという相手を意識するっていうことがすごく大事だと思うんですね。はい。でそれは僕がずっと雑誌メディアをやってきたのは、雑誌は読者がいてね、その書いた言葉がどこかに、まあ直接いなくてもね届くっていう、こう確信があるとね、言葉っていうのはよりこう、まあ、充実するっていうかね、輝きを増すんでね。ただ黙々とあのノートに書いてる言葉とね、メディアを通して相手に伝わる言葉とは違うと。だから言葉のその単なるテクニカルな言葉の技術というよりも、相手を意識した言葉の使い方、世界に向けて発するという、まあ、そういう意識を持った言葉の使い方をまあ教えたいというふうに思ってます。はい。ですから僕のその深呼吸する言葉っていうのがあるんですけどもね、これは単にその俳句で風流を読んだっていうような話じゃなくてですね、あのメッセージっていうかね、人に伝えたいものっていうのがすごく大事で、まあ、それをその一番効果的にどういう言葉を使えばいいかっていう、言葉はむしろそのパッケージでね、中身のハートの部分、その部分をまあ大事にしていると、まあ、そういう言葉の使い方を学びます。はい。はい。それと一番下に知ってありますけど、まあ、知識知恵ですね。まあ、これもあの、まあ、僕ら本読んだり映画見たり、まあ、いろいろ調べたりしてね、まあ、知識を学んでいきますけど、やっぱりその知っていうのは、まあ、すごい時間かかることなんですよね。で、まあ、いろんな人がいろんな知識を体内にこう、持ってるわけですけど、まあ、僕が長い間生きてきてね、まあすげえなと思ってる人が、まあ、少数ですけどいるわけですね。まあ、一般的にその知識人というとですね、まあ、世の中のいろんなあの情報をですね、まあ、データベース化する、いろんなことを知ってる人っているけど、まあ、それをもう一歩をこう踏み出してね、その情報が何なのかと、で情報がどこから来てどこへ行くのかという大きな流れを理解してる人が僕は本当の知識人だと思うんですね。単なるいろんなことを知ってる、まあ、そういう YouTuber いっぱいいますけどね、あのそれは単なる、右から左へ流していくだけのもの、そうじゃなくて、自分の中に知を蓄えて、それをまだ見ぬ未来へ向けて、道筋を作っていく人、まあ、それが僕は本当の知識人だと思ってます。で僕はあまり勉強好きじゃないんで、ただそういうことをずっとやってる仲間たちが何人かいてね、まあ、そういう人たちをまあ呼んでね、知の講義をしてもらうというものが新呼吸学のもう一つの柱になってます。でまあ、それ合わせてですね、まあ言葉と知を使ってですね、もし大事なことは、まあ、交流ですね。これはその僕と生徒の交流ももちろんありますけども、塾生間の、交流、その交流の中で、言葉とか知が、まあ、生きた意味を持つと思うんでね、まあ、言葉を学びつつ知恵を学びつつ、その素材を使ってね、より交流を図っていくと、そのことによってそれぞれが新しい言葉なり新しい知をですね身につけていくと
いうような方向で、運営してます。はい。いかがでしょうか。いや、素晴らしいです。ね、新興技学部はね、言葉と地と交流の情報空間であると。はい、でこれがメタバースであると。ね、メタバースというのは単なるシステムの話じゃなくてね、はい、言葉と知識とそれを交流させた、まあ言ってみれば、ブラックホールな銀河系のようなね、あ、なんかブラックホール聞いてる最近そういうそのまだ見ぬ空間を人類は今作り出そうとしてると、素晴らしいいうですね、単なるデータベースを超えていくですね交流の空間であるというような位置づけで今考えております、はい、ぜひ、まあ面白いなと思った人は一回覗いてください。はい、ぜひぜひ、はい、はい、怖い人はいません多分いませんでも時々怖い目にも合いますそうそう、呼び出し食らいます、はい、呼び出し食らいます、はい、まあそういうことで、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、お待ちしてます、はい、お待ちしてます。